さあということで、お、大盤振る舞いしてやろう、黒沢さん。ちょっと行ってみようか。でミヤからの連絡も来てますね。コミはミヤが行ける。とりあえずですね、ちょっとかけらの復活があるかどうかだけチェックして、あとジャンキか、その辺チェックしたら、今日はね生徒会行こうかなって考えてます。おー、コミありそうだね。さてと、なんかないか。とりあえずなさそうなので、コロニアンモール行きましょう。何かあるのかな。さあセール日について、すげえ月曜日セールしてるんだで青ひげさんの方は土曜日がセールね。極力ね買うとしたら月曜日土曜日で行きたいんですね。どうする、今日はいつもより安くしてやる。好きなものを選ぶ。それでゆっくり見ていけ。今んとこはね、ちょっとステータス上げとかにお金を費やしていきたいなっていう思いがあるので、まあ、とりあえずはねいいかなって思ってるんですが、アイテム連だよね、この手に入ったアイテムだし、タラタラですね。全部売っちゃうか。いいねいいね、こういうのがねお金になるんですよ。用は済んだのか、また来い。ありがとうございます。とりあえずな、どうしよっかな。次武器ここで買うとしたら1週間後になっちゃうもんな。5月入っちゃいますよねってなると、どうす、今日はいつもより間違いない。なんか買っといた方がいいかもしんないな。そいつでいいのか。ああ、わかった。とりあえず2人の武器だけ買っときましょうか。よし、ありがとうございます。もういいのか。じゃあな。まあ、それでも、今の素材売った分で賄えてるんで、OK でしょ。ガネーシャ貯金箱、一応取っとくか。取れるまでやる。よーし。あ、一発じゃんすげえ、ありがとうございます。でゲーセンチェックもしていこう。ミルクアップか、青春ハイスクール恋愛シミュレーションよし、ではですね鳥海先生に会いに行きましょう。今日はね生徒会早速行っちゃおうかなと思います。あら、何か用？生徒会のことで用はない。生徒会のことで。あ、はいはい、霧城さんから聞いてるわ。じゃあこれに目を通したら名前書いて。直筆のサインがないとダメなの。よし、大丈夫ね。じゃ、あとは任せて。頑張ってね、生徒会。頑張ります。さあ、生徒会室に入るようになった。
よし、ではですね、行きますか。2階だったっけ？だよね。生徒会に入る許可はもらってある。入会の意思を伝えようか。行きましょう。先日も話したが、彼だ。今日から生徒会の一員として働いてもらう。なるほど。僕は小田切秀俊、風紀委員を仕切らせてもらってる。会計の伏見千尋です。一年生でわからないことの方が多いので、その お手柔らかによろしく。できるだけ頑張る。よろしくお願いします。失礼。会長が人を推薦するなんて、君よっぽど有能なんだろうね。これからよろしく。小田切に興味を持たれたようだ。生徒会に入り、生徒会役員たちと知り合いになった。これからうまくやっていけるといいが。お、小見えだね。あ、皇帝。我は何時、何時は我。皇帝も確かに救ってるよな。めちゃめちゃよかったね。さあ、ということで皇帝込みですね。生徒会、そろそろ下校の時間だな。今日は顔見せ程度でいいだろう。君には我々の手伝いをやってもらう。したがって生徒会室への立ち入りを特別処遇として公認する。放課後の君の行動は任意だが、生徒会室という選択肢を忘れないでくれ。生徒会の活動日は月水金。試験前数日は活動停止になる。今日はありがとう。週3ですね。ただいまです。なんならイオリも手伝ってくれるか。遠慮すぎます。落ちますね。エゴリッチ。さてと、今日も京都で若津に通いましょう。さあ、では DNCA 盛りだくさん定食で今日も食べよう食べよう。さあ、ということで4月の28日です。おはようございます。そろそろ学校に慣れたか。慣れた。まだあんまり慣れました。それはそうか、やはり適応能力は高いようだな。そうだ、伝えておきたいことがある。私はすでに寮で待機すべき立場だが、どうにも反省の用事があれば不在になる。夜私が寮にいない場合は探索の日を改めてくれ。すまないが許し頼む。了解です。まあとりあえずは気にしなくていいかなと思うので、行けるところまではね進めてるので。さあ、報告です。今日はコミュ行こっか。ミヤも行けて、トモケンも行ける。今日はお
で月曜休みでしたよね確か。その古本屋は生徒が向けるね。結構選択肢多いな今回。古本屋もありだよね。古本屋も行けそう。まあ、とりあえずそうだな。学校関連でどこか行きますか。そんなら何だかんだね、トモケンまだ1回も行ってないじゃないですか。というかそもそも運動部1回行っただけか。コミは今回トモケン行こっかな。よっ、よし、では行きましょう。さあラーメン行きましょう。はあ、やっぱしみるわ。お前もハマりそうだろ。あっさりとした印象も見た目に反し、スープの複雑な旨味が麺に絡む。ところでさ、お前んとこの寮ってなんで男女混合なんだよ。それってひょっとして竹馬さんの部屋とか入れちゃうわけ。当然だ、入れない。それは秘密だそれは秘密で。何が秘密だよ。それって何もないってことだろ。俺は興味ないけどね、ガキには。やっぱり女は大人に限るって。お前は、うん、大人に限る。同じ年代がいい、何でもいい。大人に限る。おお、マジか。分かってくれるやつ少ねえんだよ。その点お前はさすがだな。実はさ、これ内緒だぜ。狙ってる人いない。お、詳しく話した計画つっても告白するだけなんだけどさ、学校の先生なんだよな。これが近いうちに実行するから見とけよって。それまで誰にも言うなよ。一応先生だからさ、生徒とどうのこうのってまずそうだろ。友近から秘密の計画を打ち明けられた。さあということでランク2ですね。ありがとうございます。おわっと、ドラマ始まっちゃうよ。じゃあな。さあ夜ですね。ただいまです。シャドウの襲撃のせいで不通になっていたインターネットだが、明日には復旧する予定だ。部屋にパソコンがあるなら繋いでみると。お、これでシャドウにやられたものは全て。いや、秋彦のあばらが残ってるあとはあばら残しだね。あばらが戻って、これは。ああそうだ、ネットで読みました。お前さ、ネットゲーとかやる派？ネットゲーやる派？やる派。お、マジ？ちょうどよかった。ならプレイアリオデビルバスターズオンライン。お、ありがとうございます。前にハマってたんだけど飽きちゃってさ。やってみ、結構面白いぜ。さあオンラインゲーム。さてと、俺は、いや、頑張ります。
そうか、明日祝日になるからやってみてもいいかもね。明日お、シャガール。では今日も若津行きましょう。若津が良い。あ、今満員なんだ。そういうこともあんだね。そっか。そんならどうしようかな。学力アップがいいよね。そんなら、まあ素直に勉強しますか、今日はね。勉強しよう、勉強。上がりましたね、やった。さあ学力は2になりましたね。ランク数できなくはない。よく言えばね、最初の試験までにねもう1個あげたいんだよね。さあでは4月の29日です。今日は昭和の日で学校が休みだ。そういえば今日からインターネットが使えるらしい。昨日純平からもらったネットゲームができそうだ。よし、やりますか。ではネットゲームで遊ぶ。実質のパソコンでネットゲームのデビルバスターズオンラインが使えるようになりました。一応勉強もできんだね。今回はね、ネトゲですよ。1990X年秋。メールがいつ届いてる。このゲームに接続してる全ての人々へ。現在我々人間に深刻な危機が迫ってる。伝説の悪魔たちが目覚めたんだ。すぐにも悪魔が襲ってくるだろう。勇気ある者が参戦してくることになる。悪魔と戦い、人々を救うために。品川ダンジョン内部。周囲に人の姿はない。赤い服の女が近づいてきた。おつーおつー。で、れれ、ご新規さん。パラメータ見りゃ明かりよ。赤玉がついてるもん。めちゃめちゃ顔字対応しますね。デフォの起こす更新ってマジじゃん。すでにこの生かす服も追加。なあ、手コイルもなしく、すっかりされただけに染みつく私。そしてそのネトゲを今日から始めたあなた。誰？このゲームは人気ない。なあ、リアルな話やめとかない。うちら今一応デビルバスターなんだし。なあ、なんて呼ぼっか、君のこと。名前んとこノーデータだよ。じゃあさ、私好きじゃん。お名前 N 島とかどう？で決まり。すでに私も改名ワイコって不信感。 N 島とワイコってこのネタ分かる人、分かる人、分からない人。これ確かメガテンだよね。メガテン関連だよね。分かる人。マジ？懐かしいんじゃなくて？そういうお客さん大好きよ。なんちて。ノリがいいね。マイコ、お休みの日はいつもここでうだうだしてるから。エヌシマもお休みの日はここに来たらいいよ。最近ずっと一人で暇だったし。マイコを操作するネットゲームのプレイヤーと知り合った。あ、コミュなんだ。そうか。あ、いいんじゃか。我は汝。
何時は我、何時新たなる絆を見出したり、何時忍者のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。さあ、ということで忍者組ですね。インターネット、ありゃまあ、もうこんな時間。マイコ、巣に借ります。トライスト。赤い服の女は消え去った。ネットゲームの終了した。なかなか癖の強そうな顔になりそうだね。お、部屋にいたのか。ちゃんといいねちゃんと上から降りてくんだ。そういや、受付の奥にいるパソコン10人使っていてさ、結構いいやつらしくね。 PC ソフト入れ放題らしいぜ。ああ、でもネットゲームだけよ。赤バレしたら気まずいからな、あれ。さあ、共用パソコンできること?共用パソコンで利用できるアイテムは街で購入できますが、一度しか使用できません。で、時間経過もある感じだね。いや、行く。さてと、ここにあるね、共用パソコン。そうか、学力アップっぽいね。そうだな、とりあえず、まあ自販機か。今日お外見てないですもんね。入ってないね。まあ、そんなら、コロニアンモールでゲーセンチェックして、まあクイズだったらやる。まあ、それ以外だったらとりあえず若津行く。パンダガンさん、ありますね。行きましょう。どんどん学力上げます。さあ、ということで、4月の30日です。話が聞こえる。聞いてよ。せっかくの休日だったのに漫画のシーンたら一日終わったわ。あそこパソコンでゲームできるじゃん。だからついいろんなやっちゃって。そうか、漫画の推しこれでいけるのか。こっそのパソコンにも入ってるんだ。 PC ソフト売ってるのはしてたけど、あそこっていつも満室だから一気になんだんだよね。昨日もやばかったよ。個室に入ったのほんと奇跡だもん。次はもうソフトだけ買いに行こうかな。ぶっちゃけ家でゲームする方が美しい。さあ、午後。はいはい。お、江戸川先生。すごいよね魔術に関してやってるもんなしよ。あー、睡眠チャレンジか。今回来ますか。さてさて、時間のようですね。学力が欲しいです。さあ、放課後でーす。今日トモケン行ける、ミヤ行ける。そうだな
りあえず自販機見てって感じかな。まずはまあチェックするものチェックしてどこ行くか決めましょうか。今回青春ハイスクールですね。で古本屋も行けんだよね。とりあえず学校関連優先でいいのかなっていうのは思ってます。まあなぜかと言いますと、まあ、テスト前とかって結構コミが中断されるパターンだったり、あとはですね、まあ夏休みって学校行くことないじゃないですか。そう考えるとそこの1ヶ月間遮断されちゃう可能性があるので、逆に言えば古本屋さんみたいに夏休みでも来られそうな場所はそういう時にブーストかけてくっていうか、一気に畳みかけると言いますか、そういう感じで取っていった方がいいのかなって思うので、学校関連優先で行きたいかな。ではどうしよっかな。あれ、本人じゃん、おたぎりさん。間違えた、普通にこっち来てやった。2階だね。そうだな、生徒会もありっちゃありなんですけどね。今回選択肢多いな。運動部行こっかな。よし、ミア、君に決めた。では行きましょう。よし、やっぱボイスあるね。根性見せてくからよ。あ、大丈夫か。マジかよ。宮本。次期首相候補、来年の選考会まで間があるっつっても無理すんじゃねえぞ。なあお前、練習もういいからこいつを送ってやってくれな。すんませんす。なんだよ、俺なら大丈夫だから。ちょっとそのただの貧血で。お大事に。本当に大丈夫？本当に大丈夫？当たり前だろ、ただの貧血だ。ダメだ、やっぱり嘘つくなんて性に合わねえ。俺なこの間から膝いっちまってんだ。お前が初めて練習に来た日から振り塗っても湿布しても痛みが引かねえ。治る？部活休め。治る？もう当たり前だろ、治るの待つ前に根性で治す。来年にな、大事な選考会があるんだ。日本一を決める大会の前哨戦で、地区大会なんか目じゃないくらいのな。俺はそこで勝たなきゃならねえんだ。来年までに仕上げねえと。おせっかいなやつが多いからな、うちの部。こんなことが知れたら鬱陶しいだろうな。膝のこと内緒な、同じクラスのよしみで頼む。宮本からタリンされてるな。
さあ、ということで、ランク3ですね。ありがとうございます。ほっときゃ痛み引くから。そしたら一人で帰れるよ。俺のことはいいから、練習行ってこいよ。ただいまでーす。君か。君でーす。まあ、そうだな。ん？なあ、そうか。そういえば。そうですよね、明日から5月だよね。早かったな、1ヶ月。で、そうだな、ちょっと気になってるのがですね、あのワイコさんとのコミュで夜なのかな、昼なのかな、なんか昼っぽい感じありますけどね。それかなんか土日限定とかさあるかもしれんよな。ということで、若津行けそうだったら若津行きたいな。安定の。で、あと漫画の星も、ちょっと立ち寄ってみたい感がある。いらっしゃいませ。漫画喫茶で買えるもの。おお、結構いろいろあるんだな。勇気いるんだ。ドボスをせろ。ハイピングールも勇気いるんだな。ウミウシファンブックある。ウミウシファンブック買っちゃうか。またお越しください。ございます。てか空き缶乗ってんね、1本自販機の上に。いらっしゃいませ。会員登録をしてからですね。そうか、1回時間経過必要になってくるね。そうなってくると表情パソコン使う必要が出てくる。まあ、早いうちにやっとくのも手かもしれないけどな。まあ、かついけない日とかでやるか。今日もね、定食食べましょう。さあ、ということで5月の1日です。5月に入りました。おはよう。なんかもう暑いぐらいだね。まあ今日からもう5月だもんね。早いと思わない？確かに、別に確かに、いろいろあったしね。でも責任長そうだよね。無気力症の人減ってる様子もないし、シャドウと戦えるのは私たちだけだし、もっと頑張らないとダメなのかな。それに私は自分の力もつけなきゃ。誰かに守られてばかり嫌だから。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。